回はまたまた島村さんで購入してきた商品を紹介していきたいと思います。今回もキッチングッズでございます。こちらの商品はお値段お一つ890円プラス税になっております。3つ買ってきたんですけども、3つとも同じ値段になっております。もしこの動画を見た後にこれが欲しいと思った方は、さっきアップで商品の番号を写していたので、それを店員さんに言ってみてください。では袋から出して一つずつ紹介していきたいと思います。ででーん、私はこの3つを購入してきました。私がね、島村さんにいた時は4種類あったんですけど、そのうちの3つを買ってきました。まず1つ目に穴あきターナー、2つ目にトング、3つ目にお玉になっております。これだけ商品名がなぜか書かれてなかったです。でもう1つはビーターがあったんですけど、ターナーと同じような感じの役割かなと思ったので、私はこっちだけにしました。このね、全部についてるね、スヌさんのお家のデザインめっちゃ可愛すぎませんか？しかもね、持ち手にはスヌーピーとね、ロゴが入ってるんです。こんな風にかけたらもう可愛すぎます。キッチンがめっちゃ可愛くなること間違いなしって感じです。こういうね、キッチングッズをちゃんと私揃えてなくて、100均とかでちょっとずつ買って揃えたので、統一性もなかったので、今回これは買いだなと思いました。これがですね、このトングだけこっち向きにすると2021ピーナッツのロゴが入ってしまってて、こっち向きが表だと思うんですけど、そうするとみんなとスヌさんの向きが違うのでね、どっちを表にしたらいいんだろうってちょっと悩んだっていう動画です。このね、お家に乗ったスヌさんがなんとも可愛らしいデザインになっております。ちょっと大きめのキッチングッズにはなってしまうんですけど、私は悩んで可愛さで買ってしまいました。ちなみにこちらは表面を傷つきにくいナイロン製になっているようです。それでね、何度まで耐えれるよっていうのもここに書いてくれてて、マスコットの部分は80度まで耐えれるということなので、結構ね、いけそうな気がしています。そしてトングもね、今まであんまりちゃんとしたの持ってなかったから、すごいやったっていう感じです。こちらも滑りにくく、つかみやすい、表面も傷つきにくいシリコン製になっております。これ見てわかったんだけど、収納時はね、マスコットを上に上げたらロックして、下に下げたらロック解除になるみたいです。私それ知らなくて、最初不良品かと思って無理やりちょっと開けてしまったので、若干歪んでしまったんですけど、すごくいいなと思いました。ちなみに開いてみるとこんな感じです。結構大きく開いて使いやすそうです。閉じるとね、ここのマスコットが少しね、浮かび上がってるので分かりやすいかなと思います。最後3つ目に紹介するのは穴あきターナーでございます。こちらもね、軽くて食材が返しやすい、表面を傷つけにくいナイロン製になっております。こちらも同じくね、マスコット80度まで耐えれるので、全部3つとも80度までだったら耐えれるって感じですね。ここのね、ナイロン製のところとかはすごい高熱でも耐えれるみたいなので安心です。料理で使うのが楽しみです。実際にね、キッチンに置くとしたらこんな感じかなと思いました。まだね、引っ越してきてこの吊るやつが設置できてないんですけど、そのうちね、ここに引っ掛けて、見た目も可愛く、料理する時も便利な感じにしたいなと思っています。この2つはね、めっちゃ使うと思うので、絶対ここにかけておきたいなと思っています。めっちゃ可愛いですよね。こうね、遠目に見ても存在感があるのがいいなと思いました。そしてトングの方なんですけど、やっぱこういうね、木のお皿にサラダとかパンとか乗っけて一緒に使いたいなと思いました。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか？今回ほんとね、スヌーピーグッズの中でもキッチンアイテムがめちゃめちゃたくさん出ていて、しかもね、どれもデザインが可愛すぎたので、一気にね、キッチンが可愛くなって料理するのが楽しみだなと思いました。もし島村の他の購入品紹介見られてない方がいましたら、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてですね、今週の土曜日4月の23日にタウンショップでもめちゃめちゃ可愛いキッチングッズが発売予定で、
そちらも私は買いに行こうと思っておりますので、ぜひお待ちください。皆さんもよかったらチェックしてみてください。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。ターナーとビーターって私的に違いがあんまりわからないんですけど、皆さんはどっち派ですか？どっち派とかあるのかな？よかったらコメントで教えてください。じゃあね、バーイ。